銀河系軍団レアルマドリーついにアルフォンソ・デイビスと合意。なおフリー。今夏フランス一部のパリ・サンジェルマンから FW キリアン・エムバペをフリーで獲得したレアル・マドリーだが、今度はドイツ一部バイエルン・ミュンヘンから DF アルフォンソ・デイビスをライカフリーで獲得することで合意に達した模様。詳細をまとめると以下の内容になるとディアリオーズが報じている。今夏ではなくライカにフリーで加入、エマドリーは彼とフリーでの加入に合意、デイビスの夢が叶うまであと1年、バイエルンは今夏に5000万ユーロを要求、マドリーはデイビスに契約金を支払う予定。まあ高々かよ、ちょっとぐらいバイエルンに何か残して去ろうとしてくれよ。さすがにこの遺跡はバイエルンでデイビス越される定期。マドリー買い物上手すぎて他のクラブから嫌われそう。あとはミニ SD を誰にするかだね。こんだけの選手をタダで放出するバイエルンの気持ち考えたら気の毒すぎ。ああマドリーやってることってマジでチートだろ。こんなん許されるのかよ。ライカデイビスとフリンボン獲得してか、もしくはアーノルド。いよいよ CD だけだな。いざとなったらデイビスウィング起用もできますからね。フリーで加入させるのに知ったらそりゃ移籍金払わないだろうな。今後も1、2年